本日も生演奏の時間でございます。よろしくお願いいたします。Thank you.
ができない曲が続きます。はい、まあ、最後はね、今月だと今年は、ね、とっても良い年だったと思いますけど、まさに飲んだ食べられてるな、これ。違いますよね。ジングルベルで。はい。この曲の歌詞だったの。ために会いた勇気だけが多い。
ちそう。あああたまに優しい君が言ってみんなの夢があるため時は早く過ぎる光星は消えるだから君は行くんだ微笑んで、はい、そうだ自分が生きる喜びたとえどんな敵があるでもあああアンパンマン優しい君は行けみんなの夢守るためわかりませんけれども、もうこれは魔女の宅急便の中の、
ルージュの伝言じゃない方の曲でございます。優しさに包まれたならっていう魔女の宅急便、魔女の宅急便、あ、ごめんなさい、私魔女の宅急便って言っちゃった。魔女の宅急便なんか人に向けてます。なんかお正月にやるらしいですね。あ、そうなの。あ、よくあるんだ。いつお正月の、あ、4日の1月4日にテレビで、そうなんだ。そこにはだから我々が立っているのが2曲ぐらいある。3曲。え、そんなに。え、これがそうでしょ。そうです。これはまだもう一つ、あ、小さい、もう一つ何かあったんですか。歌ってませんけど、ルージュの伝言は歌ってない。歌ってもらう。あ、で散歩もと隣の人だろう。さっき。だからまあジブリはね2曲ぐらい歌ってますけど、なんかやってたかもしれません。わかんないですけど。どうぞとこう、あの町田地方で忙しくしてご活躍ということで。違う。あの、まあ、今日ね、あの本当にあのきつねそばを食べたかったんだけど、たぬきになっちゃったっていう話が朝から。そう、すごい悩んだ。本当に両方食べたかったんだけど、きつねも食べたかったし、たぬきも食べたかったし、きつねもたぬきも出ておいてて今。あ、そう。それはタイムリーですね。違う、きつねもたぬきも出ておいてて、本当にまさに両方食べたかった。たぬきにしちゃいました、ね。はい、キツネは逃してしまいました。キツネとタヌキと両方入ってるそばが今ありますんで、結構いろんなところであるんで、あのタヌキツネがね、やります。はい、では、お待たせいたしました。お買い物しながら聞いてください。優しさに包まれた。Thank you.
しさに包まれたなら
ありがとうございました。気が済みました。ちょっとだけ間違ったかもしれませんけど、でもロフィネではね、この曲は演奏してましたけど、スカード見ないですか、だけとは思わないので、では大人の歌が続きます。岡山雄三さんももう、80歳でね、前年とか、初めに、80歳記念コンサートをやるんです。そうです、ピアノを弾いたのは、まあ、武道館とかでドラムを、叩いてらっしゃいます吉岡さんのバンドでこれを歌わせていただいて、先月です記憶に新しいのでもう一回歌わせていただきました。え、次の曲はですね、これ私も歌えないかもしれない、五木ひろゆきさんの作詞、加藤和彦さんの作曲、青年は東洋を目指すと幸福生活、橋田のりひこさん、ツイッターも入ってますね、私たちも尊敬する歌方でございます。幸せに背負うさらば恋人よ、懐かしい歌よこのぞ、青春の川の声、さらば故郷の思い出の山よ川よ、朝焼けの赤い花、白い花、ちょっと始めてみます。
Thank you.
Yeah.
Thank you.
から撮ってんのね、これ。あ、一応あの反省のためにあ、今日はあのいつもの男性の方がいますか。いないですね。あ、そうですか。どうもよろしくお伝えください。では次の、はい、では、ライブ佐藤コーナー。明るいのがいいとかね、後ろに言ってますけど、マイクさんともう十分マイクだと眩しい。これも明るい、眩しい。マイナー話、本当にバスだとどうなってる
ピアノを弾いてくださったので、ロングデイ、超スペシャルロングデイ。シャープさんがここに来るまでですね。
午後からまたセリがありますので、皆さんちょっと一息ついて。静かな曲で全然静かじゃないですよ。
お買い物、そして良いお年をご用意ください。